まあ、あの個人的にも調子は、いいですし、まあ、チームが、まあ、個人というよりかチームが、ね、非常にいいので、まあ、その中で、中盤でいいパス回しをして、ね、最後自分が決めるっていう、まあ、それがうまくできているのかなと。いつもと変わらず平常心で、毎日こうリラックスしながら練習、できているので、まあ、決勝だから、ね、何かをしようっていうなんか変わったことするような、ね、選手が今いないので、あのそういう意味では決勝に向けていい形で、コンディションを上げていると思うし、まあ、あとは代表組が、ね、合流したんで、まあ、いない中でいい結果が出ただけにやっぱ代表選手も気合が入ると思うので、まあ、それが空回りしなければ、ね、あのすごく良くなると思います。いやもちろんあの優勝しか狙ってないですし、またここで、ね、タイトルを取ってJリーグにつなげたいなと思います。